この日、世界各国から招集された代表たちが緊急会議を開催。激論を繰り広げるその重大テーマは、野球の若い子は何やとにゃ。今、世界中の中高年が最近の若いもんに嘆いている。最近の若いもんは、国が違えば嘆きも違う。世界各国の世代間ギャップを番組が独自取材。さらにスタジオでは、各国の中高年代表、若者代表が熱すぎるバトルを繰り広げる。ちゃいますよ。だから今の若いやつは嫌なの。なんで可能性でお前40個も食うんだお前。ないよ。伝統を重んじる宗教大国インドでは、こんな格好してこういう風に虫ずが走るわ。若い女子のファッションをめぐって壮絶な親子喧嘩が勃発。おかしいだろ。さらに信仰心の薄れた若いもんに超巨大なターバンを巻くおじさんが大説教。どう巻いてんのこれ。これはちょっと。ロシアでは命知らずな若いもんの危険すぎる遊びに、こんな若者日本出てきたら誰かぶん殴らなきゃダメですよ。インドネシアでは伝統のペニスケースコテカに大異変。若いもんの下半身はどうなっちゃった。どうなっちゃったんだ。このけしからん若いもんたちに中高年の声は届くのか。最近の若いもんはインザワールド。